独学に向かない。どうも、篠原です。今回は独学に向かない教材参戦ということで、まあ、この教材、独学に向かないよっていう教材を3つ紹介したいと思います。で、よくですね、自分で独学でやろうと思います的な人が多いけど、まあまあ無理じゃねえみたいなやつを3つ紹介します。で、筆頭が過去問です。で、過去問はまあこれマーチとかだったら、いけるかもしれない。でもカンカン同率もいけるかもしれないですけど、ちょっともう早慶とかになってくると厳しいんですよね。で、まあましてやこれ持ってる東大とかになってくるとちょっと厳しいと。まあなぜなら、添削を受けないといけないからですね。つまり、その答案に対して何点ぐらい入りますかねと。模範解答とこことここ違います、こことここずれてます、模範解答この要素書いてるけど俺これ書いてないですと。さあ何点ぐらいもらえそうですかと。わかんないですよねっていうのを、やっぱり添削受けないとダメなんですよ。で、例えばその、まあ、英語だったらそういうところだし、国語もそういうところだし、数学とかでもこの論述の書き方ってどうですかね、受験生レベルでどれぐらい評価されますかっていうところって、まあ、謎なんですよね。で、早稲田とかだと、まあ、まだね、その記号とかなんであれなんですけど、なぜこれなんですかと、いいじゃなくて法の理由は何ですかとかって言われても、答え見ても赤本よく書いてないんですよ。なんかなんとなくいいみたいな、なんか法みたいな感じで書いてて納得できないってなった時に、先生とかがいれば、じゃあこれはこういう基準でこっちにしましょうとか、これはまあちょっともう不手門かな、もう悪門かなみたいなのが早稲田よくありますね。だから受験生レベルでこれっていけるんすかとか、あるいは今のこの答案って何点なんですかとか、この回答全然思いつかなかったけど、どうやればいけるんですかみたいなことっていうのは、やっぱりね、誰かが教えてもらえないとちょっときついと思うんです。で、これがですね、まあ赤本はまだいいんですけど、あの青本とかもすごいいいんですけど、25カ年とかになるとこれの傾向が加速して、ますます解説はないんですよ。もう模範解答と簡単な解説だけみたいな感じだった時に、ちょっとね、やっぱり添削がない状態で過去問やるってまあしんどいかなと思います。で、これがさっき言った通り青学とか、マーチカンカン同率とかだったら答え見たら、まあまあ答え書いてますよね。で、記号なんで自己採点もできると。で、解説見たら、あ、これ知らなかったらしょうがないかなと思うし、解説で納得できなかったら大体教科書見たら書いてるんですよね。なので、まあ、まあこれは俺の勉強不足だなっていう風になりやすいんですけど、なんかマーチはまだそれでいいんですけど、もう早稲田とかだとそんな感じじゃないんで、もう、まあ、俺の提案としては、マーチカンカン同率よりも上の大学を受ける場合、記述がガンガン聞かれるようだとか、そういう場合はまあ添削指導必須かなって思います。まあ、だからこそ独学ではまあ無理というところですね。で、2つ目なんですが、こちら、英文解釈の技術です。で、これはですね、めちゃめちゃいい教材なんです。すごいいい教材で、何がいいかなんですけど、網羅的に英文解釈、まあ、つまり英語の読み方ですよね。そういう和訳問題とかの解き方を網羅的にもう事細かに書いてくれている。で、しかも、まあ、この英文解釈の技術シリーズは、まあ、60、70、基礎100、100とあって、基礎100まで固めたらもう大丈夫です。あの、日本中大体の大学は大丈夫、まあ、全部の大学大丈夫なんですが、それぐらいすごいいい教材、レベルも高いし網羅性もあるし、後でもう一回見直しやすいんですよね。過去問とかやった時に、あ、これ似たような類題あったな、どうだったっけなとかって 見直しやすい、非常にいい教材なんですが、一個ね、難点があって、模範解答が意訳しまくってるんですよ。で、これ解釈の技術のね、唯一の悪いところなんですよね。意訳しまくってて、あれ全然違うみたいな、自分の答案と模範解答全然違う。で、しかも模範解答とその英文とか比べても、なぜこの日本語が出てきたか一切わからないみたいなことがよくあるんです。で、解釈の技術はすごい網羅性も高い、すごいレベルも高い、あとでも使いやすい。で、載ってる単語も結構難しくて、その多少リープとかで勉強しましたぐらいじゃ、まあ知らない単語も結構あって、語彙力強化にもつながる、めちゃめちゃいい教材なんですけど、唯一意訳が多すぎて、採点するとき自分では結構厳しいというところがあります。なんで、
俺の生徒によくこれ指定してるんです。それはなんでかっていうと、俺の塾はその講師がついてるんで質問しやすい環境だから、まあ、よく指定してるんだけど、完全独学でやる場合、学校の先生もあまり頼りにならないっていう場合は、解釈の技術は、指定するときはちょっと躊躇しますね。他の教材でもし代用できるんだったら代用したいなと思いながら、でもあんまりないんですよね、そういう教材が。自分で独学で勉強できて、かつ網羅性が高くて、かつレベル感がっていうのはあんまりなくて、悩むのが英文和訳演習っていう本ですとか、あるいは英文熟考っていうやつですとか、まあいろんな教材、他の教材悩むんですけど、まあでも、どれもねちょっとこう決め手に欠けるんですよね。なのでまあ、すごい、悩むんですけどというのが、まあこの、解釈の技術で、まあまあまあいい教材なんです。学校の先生とかの添削を受けれるんだったらすごくおすすめですが、完全独学でやる分にはちょっとね使いにくいかなと思いますね。3つ目、小論文全般です。まあその最多のものがこれですね。全国大学小論文入試なんですけど、これはいろんな大学の、まあ、小論文の問題を集めましたみたいな教材なんですが、模範解答がないっていうね。で、小論文の文章もないっていう、なんかその本文もないみたいな、そういう教材で、まあまあとてつもない教材ですよね。なんだけどこれ、俺がよく指定するのは、これまあこんな質問聞かれてるけどどう思いますかと、本文関係なく自分の意見書いてくださいとか、あるいはこういう感じで聞かれるんでこういう質問対処準備しといてねだとか、そういうことをやるときに使っています。で実際ですね、まあ俺の生徒にこれいろいろ指定して、今年俺の生徒医学部買ったんですけど、まあまあまあそういう教材ですね。俺がついてる、まああるいは俺じゃなくても誰か先生がついてて、まあこういう使い方でいきましょう、こういうふうに勉強していきましょうっていうのが言えればすごい刺さります。でしかも安くていっぱい載ってる、まあ、2000円300円なんですけど、で、5年分のいろんな大学の小論文の問題載ってるんで、そういう意味では究極の、コスパなんですが、でも、いろいろね足りないものがあるんで、それをこう補っていかないといけないっていう教材になります。で、小論文に関してはですね、本当に自分でなんとかやるっていう人が多くて、まあ現代文のノリでやるっていう人が多いんですよ。であるいはまあ、小論文そもそも対策しないといけない時って、まあ、その推薦とか AO とかあるいは後期試験なんですよね。でもうね舐めてるんですよね。まあ AO 推薦やからこのぐらいでいいやろうとか、もう一般もあるしなみたいな感じだし、後期はもう後期であんまり受ける気がないところを受けざるを得なくなって対策することになるんで、まあ、舐めてるんですよ。であんまりやらないんですけど、それはね、もう死です。イコール小論文っていうのはきっちり対策しないといけない。どのぐらい対策しないといけないか大学によります。慶応だったら結構ガチでいりますけど、まあ AO 推薦だったらまあそこそこでいいです。でもやっぱり添削とかを受けない、まあそのチェックを受けない、独学でやる、まあこれは無理ですね、小論文は。で、じゃあ自由英作とかどうなのっていうふうに聞かれます。自由英作は、まあちっちゃい小論文なんで、まあ確かに、まあ、厳しいといえば厳しいんですが、ね、いけるやつはいけますね。はい、というのもこれ自由英作に関しては、まあ俺のキャリアでいうと五分五分ぐらいですかね。そのもうね何も勉強してない、もうちょっと英作はもちろんやりますけど、英作の勉強だけやって書けるやつは書けるんですよ。でいきなり書けて、あもう大体いいですよと、でもここ多分もうちょっとこういう風に書いた方が字数膨らんだと思うよとか、もうちょっとこうやって考えたら発想楽だったんじゃないですかとか、時間もうちょっと時短できたよね、でまあもう大丈夫、あと5年ぐらい囲まれてくださいで終わる人もいれば、ずっと教えてるけど一向にうまくならない人もいます。これは完全に二極化しますね。言ったら、まあ、この小論文のちっちゃい版が自由英作なんですけど、まあ、かなりちっちゃいんですよね。75ぐらいで済んでるし、であとまあ一応その自由英作って英語の試験なんで、まあ、内容ももちろん問われますけど、やっぱり英語がちゃんと書けてるかどうかの方が大事なんですね。で結構ヒントももらえてたりだとか、内容としてもそのね、小学生でもその気になったら答えられるような内容がほとんどなので、まあ結構ね、できないやつはいるんです。一定数いるけど、でもできるやつも結構いますね。で、英作文はどうですかっていうふうに言う人もいます。で、英作文なんですけど、確かに英作文は添削欲しいです。だけど、英作文は、基本的にその、暗記なんですよね、最初は。答案のパターン、この文にはこうしてください。この日本語はこうですっていうのが、いっぱいあって、そ
それを覚えていくっていうのは大体偏差値60はまあいくんですよ。なんで英作文も確かに添削受けないと厳しいけど、例えば関先生とか英作の添削やらないって言ってるし、俺もまあある程度のレベルになるまでは英作の添削はやらないです。もうそれこそ偏差値60は超えてきた、まあ問題集1冊分ぐらいは覚えたぞっていう状態で添削するのは全然やるんですけど、それより前の段階では俺は添削はしないですね。まあ他のことをいろいろ教えるんで忙しいからできないっていうのもあるんですけど、でまあしてないです。だから自由英作とか英作文っていうのはまだね独学の余地があるんですが、小論文はまあ無理かなと。で、英文解釈もですね、まあ一応これ以外の本でいろいろやるのはいいんですけど結構難しいかなと思います。でも添削受けれる環境だったらもうこれが一番いいかなとは思うんですけどっていう感じですね。で過去問に関してももうね、もう25カ年とかもうふざけてますからね、解説がね。これは分からせる解説つもりで書いたかって思うんですよ。でかつそのレベルの解説を読めないようではやっぱその大学の過去問まだ厳しいんですよね。なのでそこは力つけていかないといけないっていうところになりますと。で今回ですね紹介したこの3つっていうのは、独学をする可能性があるもの、まあ俺がこれまで、受験相談とかいろいろやってくる中でなんか自分でやろうとしてるやつが一定数いるもので3つ紹介しました。例えばですね、数件出版の、薄いやつスタンダードとかね、オリジナルとかあれ多分独学でやろうって人はあんまりいないと思うんですよ、答えが薄すぎるから。だから、まあ、それは多分学校と一緒にやっていくだろうというところで、まだねやりかねないけどちょっと注意してねっていうものを、3つ紹介させていただきました。ぜひこれこれをやるぞっていう場合はもう絶対添削受けた方がいいです。学校に頼れる先生かどっかの塾、必要だったら俺がやってる塾を頼ってください。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。